もじゃじゃあっちゃん、はい、ね、まあ、顔見たらみんなわかると思うけど、はい、昨年までの阪神のヘッドコーチ、はい、ね、矢尻倒されたという、死んでまえみたいなね、ゆでたんちゃうんすか。言うてないわ。いや、まあ、PL からさ、はい、同志社行ってプロに入るじゃない、はい、で PL のちょっと話を聞きたいんだけど、はい、PL の教えで今になっても生きてるっていうことってある？やっぱり感謝の気持ちを忘れるなっていうことと、得をしてる、めちゃくちゃ僕はもう感謝の塊ですよ。本当かよお前。あと得を積むってことですね。得を積むね。PL の教えはね、すごくいいと思いますよ。そうそう、はい、やっぱりこう、何でも自分 でやってるんじゃないよというかね、うん、まあ、人生は芸術であるっていうふうな言葉があるんですけど、いい、ね、まあ、それをもとに、まあ、こんだけ世界平和というか、うん、そのために野球を通して、いろんなことをこう学びなさいみたいな。でも、野球部なくなったよね。え、もうこれ、今度は OB が、OB 甲子園みたいなんで。や、やってんな。いや、甲子園決まったんですよ。いや、知ってる。桑田入ってる。はい、いや、それで3人はさ、高校からプロ行ったじゃん。はい、まあ、立浪、野村、橋本、はい、なかったの。僕、あった。そんなことさえね、教えてくれないじゃないですか。うん、で、となかったというか、僕も6月に同志社大学に行くことが大体決まってたんですよ。あ、そうなの。はい、で、プロはあんまり考えてなかったの。考えるとかじゃなくて、行けるわけがないと思ってました、プロには。そんな、本当にああいうところっていうのは、もちろん2学年上の、まあ、小松さん、清原さんとか、うん、だから同級生もその1位に2人になったわけじゃないですか、夏目と橋本が、うん、あれももちろんすごい選手だったんですけど、やっぱり1位でかかったこともなんかこう、わーみたいな、あ、すごいっていう、すごいっていう、まあ、すごいっていうの反応と、言えば憧れみたいな感じだった。いや、僕プロ野球に憧れとか全くなかったんです。夢みたいなところで全く別世界と思ったんですよ。ああいう上手い人が行くところやと思う。で、どう、まあ、自分で何、下手だと思ってた。いや、下手やったんです。あ、そうなの。まあ、ハニワみたいな顔してたからな。守備がね。守備下手だった。パースやったから。いやいや、まあまあ。中村監督も当時、そのプロ野球っていうのはあまり進められないというか、うん、やっぱり大学とか社会人行って、やっぱりこう、もっともっと技術を磨けみたいな。うん、やっぱプロ野球はクビになるじゃないですか。うん、で、まあ、社会人までできれば30ぐらいまでできるんで、うん、っていうふうな考えを直接言われたことはないんですけど、なんかそういうふうなことはよく言われてました。じゃあプロを目指したっていうのは大学からか。大学行って、関西学生野球っていうところには、2個上に近畿大学から坂井光弘さんという方が日本に入られて、左ピッチャーね、1年目から10勝ぐらいされたんです、うん、で、1個上にオリックスからメジャー行かれた長谷川さんというのが立命館におられたんです、うん、で、人も1位でいきなり新人を取られたんです、うん、12勝ぐらいしたのかな、うん、同期に田口壮っていうのが感覚に乗って、うん、まあ、彼の評価はもっと高かったんですよ。そうだったよな。まあ、ほんで辰巳が1年目から新人を取ったり、うん、まあ、橋本もファームで結構投げたり、うん、で3年目からまあ野村もちょろちょろ投げてきたりしてるんで、うん、測る物差しができるじゃないですか、うん、で、彼たちのあれぐらいの力量やったらここまでいけるというふうなね、うん、でいけるなと思って、いや、いけるなというか、そこから少しプロ野球も目指して、うん、目指したの、やっぱな。もちろん野球やってるんですから夢があるじゃないですか、うん、でもその時に会ったもんな、初めて。そうですよ、あの時ね、大阪のホテルかなんか、野村東急院でね、うん、忘れもせん、野村、まあ、野村と部屋に行ったら、こうなんか豊さんがたまたま来られたんですよ。で、おおとか言ってね、お前 PL のやつやろみたいな、うん、当時はかっこよかったもんね。誰か、俺が。なんだよそれ。いや、細かったです、もっとね。細かったな。ほんで、なんかもう今でも覚えてるんですよ、やっぱり僕らからしたら、うわ、高木豊やみたいな感じじゃないですか、うん、でもやっぱこれね、ほんまにあれ一回お会いしてから、豊さんのプレーとかもうすぐ見るようになるじゃないですか、うん、だから3割こんな打ってるんだとか、ローリングスのね、グローブとか、ローリングスのバットって、うん、あんまり当時ローリングスで手に入らなかったんですね、アマチュアじゃ。まああんまり数はなかったな。なかったな。で、その時に、お前、じゃあバットとか手袋とかをね、お前じゃあこれ使えみたいなことを言って、うん、もうめっちゃ嬉しかったんですよ。で、帰って張り切って手袋はめたらビリって破れたんですよ、ちっちゃいから。まあその手のサイズは全然違うわな。でもグラブとか使えたんですか。でもやっぱりセカンドでちっちゃかったんですよね、特殊なこう作りやったでしょ、うん、でもあれはすごく練習で使わせてもらいました。なんだよ。ゲームじゃやっぱり僕ら下手くそやから。バットは、バットね、先輩あれちょっと短い。あれは僕やっぱりいただいたやつはもったいなくて使ってなかったと思います。嘘つけかな。本当です、本当です。やっぱそこはバット折れるじゃないですか、うん、グラブは突然痛まないけど、で、手袋破って思ったから。これ以上と思って、
いや、それで試合には使ったの。バットですか？いや、使ってないです。なんで、どうしたんだよ。一応僕もまあまあ、そのバットとかは大事にするタイプだもんな。とか、あの、立浪に言うてバットとかもらったやつ、結構、うん、今でこそあれやけど、オフになったら、うん、チュンチュン寮行ってトランクにいっぱいバット詰めて帰ってきてました。まあな、根こそぎな。いや、それでプロにドラフト何位だっけ？2位です。2位に入った、はい、2位でも十分だった。なんで俺は1位やな。いやいや、そんな全然あれでしたけど、あの、3位以内やったら僕プロに行きたかったんですけど、まだ当時あの内定がみんな5社6社というぐらい出た時で、うん、社会人も景気良かったんで、うん、まあそうだ。だから無理してその何やのプロっていうんじゃなくって、あかんかったら社会人行って、僕の社会人1年はオリンピックやったんですよ。だそんなもあって3位以内で示されたらプロに行こうと思ってました。で、希望はどこだったの？でもやっぱりね、その時もいつもあの、まあ、そこで同級生、辰巳とか野手としては、うん、まあ、出れるとこ行くのは絶対あかんでったから、うん、プロ野球やからいくら力持ってたって、バリバリレギュラーのいるところのチームに行ったって、うん、絶対レギュラー取られへんで。ポジションはどこだったの？その時サードです。もうその時はサードで。ほんで、まあ僕も、まあ、一番熱心にその時あの大沢さんっていう、大沢親君ね、勝のね、うん、よく見に来ていただいてて、まあ、日本ハムっていうのは打力がやっぱ課題のチームだったんでね、うん、でまあ、サードがなかなかこう固定できなかったりとかもあって、よく見に来てくださってね、うん、でも僕もただ当時関西にいて日本ハムなんか言われてたら、東京ドームを本拠地にしてるっていうのと、うん、西崎さんがトレンディエースやってるぐらいですよ、うん、でもまあ東京っていうのでね、まあまあ、うん、ええかなみたいな、わかります、なんかそんなもんですよ。ああ、そう。でも関西から東京に出てくるっていうのは怖くなかった？まあ寮生活で中学終わって高校も寮、うん、で大学も寮、ただまあ近畿圏だったんで、まあ、東京に行く時には、まあ、本当にこれで、親元を本当に離れるというんですか、うん、だからやっぱりこう言い方あれ、一旗あげてね、うん、帰ってきたいなみたいな何言われてるんですか？いやいや、一旗あげてていや、そんな感じですよ。まあまあな。いや、高瀬さんはどうやったんですか、あの山口から出てくる時。いや、俺大学がこっちだから。またそんな上から言うて。いやいや、なんで上からじゃないじゃん。いやいや、その時もね、うん、山口から新幹線当時ありました。あるよ、お前。そのまんま東京オリンピックの時通ってるやろ、お前。ほんで、でもその時やっぱりね、東京の中央に行くっていうことで、うん、やっぱり東京ってやっぱり当時、やっぱり東京って感じじゃないですか。いや、まあまあ、それはあったよ。だからやっぱりなんかこう、頑張ってもプロって感じだったんですか、もともと。いや、もうプロしか頭なかった。やっぱ、高校からは、大学行く時は。いや、高校からも来たけど。やっぱ来てたんですか？いや、原辰徳、はいはい、当時の、まあ、まあ今でもスターだけど、当時のスーパースターだよ。それから大学行くって言うからさ、いきなりプロ行かないって言うから。ああ、そうですね。だからそう、そういう選択肢もあるんだと思って。もしね、うん、あの原さんが高校からプロ入られたらどうやったんですか？多分入ってたと。いや、入られたらもっと大活躍された可能性もありますか？いや、まあ2000も打ってるよな。巨人に行ってたかどうか分からないでしょ。いや、それは分からないよ。それが分からない。でもあいつの星の下だったら多分巨人やと思うわ。お前は日本ハムでもまたそんな。いやいや、日本ハムいい球団やろ。分かってますよ。何？いや、それで大活躍やん。やっぱり入って当時からね、やっぱり違いました、原さんは。まあ大学でしょ。やっぱスターだよ。全然違いました。やっぱスターだよ。だからもう なんていうの、どう言っていいのか。いや、スターだよな。スターですか、うん、初めてお会いされたのはどんないつですか？いや、大学2年だった。練習試合とか2年か3年か、うん、練習試合で。いやいや、全日本で。ほんでまあ向こうも板さんが もちろん分かってますよね。まあ知ってるよね。でまあ、おーみたいな、うん、よろしくねって。どっちがですか？向こうがだよ。で、板さん、はい言うたっちゃうでしょ、ね、いや、はいって言うやろ。まあ、そんなもんやろ。いや、それ見てみたかったな。いやいやいや、まあでも、ああよろしくねみたいな。ほんでも違いました。やっぱもう取り巻きが違うじゃん。常に囲まれてるっていう感覚だね。で、俺なんか誰もおらんやん。だからもうそれは全然違うよ。でもまあ1年から大活躍で、お前もスターになったやん。お前調子こいたじゃん。これはね、いつも言うんですけど、僕がまあさてプロ野球に入りました。で、1年目オープン戦の時に僕がバッティングしてました。根田さんが、おーいとか言って、よかったなお前プロ野球入れてつって、僕も、あー田さんとかもよろしくお願いしますみたいな。で、2年目も僕はまたオープン戦あった時にすぐ挨拶行かなきゃいけないと思って待ってたわけですよ。ただ、なかなかベテランやから出てこられなかったんですね。わざわざ東京ドームですよ、オープン戦で。で、社内が僕バッティングしてたんですね、順番来たから。ほんでも、ショーカーつかつかっと来て、
おい、1年ぐらい活躍したからって挨拶せへんのかとか言われて、ちょっと待ってくださいって、僕待ってたんですけど来られなかったんでとか言ったら、まあ1年やったら変わるなとか言いながらね、ボスも取ってね、向こう行かれたんで、ほな次の年に一緒中になったんです